毎度おなじみルローのフルーティスト鈴木奈穂子です。こんにちは。今日はですね、久しぶりのゴジラ会ということで、どどん、私の大好きなゴジラちゃんをまた、組み立てていきたいと思うんですけれども、今日の私の衣装ですね、衣装っていうほどでもないですけれども、いつもの大好きなゴジラ T シャツで、今日はヘドラの T シャツを、着てまいりました。このヘドラね、ただのヘドラじゃないんだよね。これわかります？これ飛んでるヘドラ、飛行形態のヘドラですね。ヘドラって普通はこの立ってる形でね、よくフィギュアとかになってるんですけれども、今回はね、ちょっと飛んでるヘドラをね、チョイスしてみました。ヘドラの T シャツ私何枚か持ってるんですけどね、飛んでるのはこれだけかな。結構お気に入りです。なんでね、今日はゴジラ組み立てるのにヘドラの T シャツ着てるかっていうのはね、まあ、ちょっと後でねお話ししたいなと思うんですけれども、今日組み立てるゴジラですね、こちら、どどん、こちらのシリーズです。うちにいるこの、今後ろでくるくる回ってるこのシンゴジラくんの、入ってたシリーズかな。これね、これがうちにいるやつなんですけれども、あとこれね、鎌田くんとかもいて、で今日組み立てるのはね、これです。1999ゴジラってことは、まあつまり俗に言うあれですね、ミレゴジってやつですね。ゴジラ2000ミレニアムっていう映画がね、昔あったんですけど、そこに出てくるゴジラっていうことですね。そう、1999年の多分ね、12月とかにね、公開されてるんですよね。だから、ゴジラ2000ミレニアムということでね。まあ私、まだその頃、小学生か？小学生かな？詐称してないけど。だったと思うんですけど、この映画はね、劇場に多分見に行ったと思います。違ったかな？多分ね、劇場で見てるはずなんですよ。なんかデストロイヤーとか、ゴジラ2000ミレニアムはね、なんかね、多分見に行ってた気がするんだよね、劇場に、家族で。そんな気がします。でね、あの頃やっぱり、2000年問題とかね、いろんなことが起きて、まあ世紀末で、世の中騒がしかったんですけど、まあちゃんとね、ゴジラの映画もそこに乗っかって、ノストラダムスの大予言とかあったじゃないですか。なんか恐怖の大王がね、来るとかね。なんか、そういう時代にあった作品というかね。そこがまた面白いところなんですけど、今日のパーツはね、これくらいあります。そんなに多くないね。8？ 8 つかな。こちらをね、組み立てていきますよ。そう。だから2000年の頃ってやっぱり、私オカルトもね、まあ若干、まあ、たしなむ程度ですけれどもね、まああの頃本当に、何？宇宙人とかね、そういう話がなんていうかな、まあ流行ってたじゃないですけどね、そういう都市伝説とかね、すごい、まあブームになったし、そういうね、予言とかもあったし、まあ世紀末だからね、みんないろいろいろんな意味でわちゃわちゃしてたと思うんですけれども、だからこのゴジラ2000ミレニアムにもやっぱり宇宙人がね、宇宙人というか宇宙から来る、まあ、UFO とかそういうのがね出てくるんですよ。そう、これが話の要になってるんですけどね。だからいわゆるなんだ、ゴジラがなんか今までよく出てきたモスラとかキングギドラとかと戦うじゃなくて、宇宙からのね、まあ侵略者というかね、とまあ対戦するっていう感じですかね。でミレニアムゴジラの一番の特徴はやっぱこれなんですよね。この背びれ、普通のゴジラと比べるとこれ背びれがねかなり大きく、なんかメキメキとした形に、作られてます。シンゴジと比べてもね、わかるかな、ちょっと後ろで遠いですけど、シンゴジの背びれってそんなに大きくないんだよね。多分ミレゴジの背びれが一番大きいのかな。こんな感じですね。これね、だからなんちゅうの、背びれのパーツがわざわざついてるっていう感じですね。私このシリーズたくさん組み立ててるけど、背びれをくっつけるっていうねパターンはなかったと思います。
やっぱりね、このミレゴジを楽しませるためにこの背びれをくっつけるっていう形になってるんでしょうね。普通はこうやってもともとゴジラについてるんですよね、この胴体部分に。わざわざこの背びれをねくっつけるっていうね、ちょっと、このミレゴジを見た人にはね嬉しいよね。どっちだ、どっちが上、これ、こっちが下、ちょっとわからんけど、どうなんだろう本当に。ん、これた、でもオキオが上だよねきっとね。んこうか、んどっちだ、わからんぞ。こうか、違うな。こうやって楽しむんですけど、あれなんか違うぞ、下なのか、下なんだな、うん、なんかねこう背広をはめる溝が3つくらいあって、そのどっちにこれはまるんかなっていう。ああ、なんか下だわ、下でした。でこれが上なのね、そういうことなのね。違う、あ、はまりました、できた。おー、でかい、炎が燃えているようなこの背びれ、いかがでしょう。これ色も再現度高いんじゃない、なんかちょっとね、なんちゅうのかな、紫、パールとシルバーの間みたいなね、うん、感じですよ、うん、いい感じだね。これどこに飾ろうかな。もううちもね本当に狭い家なんでね、あんまり飾る場所なくなってきてるんですよ。もうテレビの前がゴジラだらけで、うちのドレッサーの上もね、もう完全にキングギドラたちがね、うん、骨ゴジも飾ったしね、大変なことになってるんですよ。今度またツイッターに写真あげますね。どうに置こうかな。あ、これすごい、顔もすごいいい感じじゃない。ちょっとねやっぱりなんていうのかな、この顔の形がね、私の感想で言うと、あのちょうどねこのミレゴジがやった頃ってハリウッド版のゴジラがね公開した後なんですよね。だからなんかちょっとそれを意識しているようなちょっと精悍な顔立ちですね、うん、今までのなんだろうな、ちょっと 丸っこい感じのゴジラの顔とはまた昔のね初期のゴジラとは違った、ちょっとシュッとしてて、うん、なんかね このフィギュアに限って言うと目はねなんかちょっとシンゴジを思わせるようなつぶらな瞳ですね、うん、かわいい、はい、首つけます。いい、え、硬、なんで硬いの、え、合ってるよねここは間違わないよね、ん、硬いぞこれね。あのこの間の骨のゴジラ、うん、でも思ったんだけど、やっぱちょっとガチャだからね、さすが個体差があって、はめやすいとことはめにくいとことね差があるんですよ。あ、はまった、バッチリはまりました。あー、いいね、よし、足をつけていきたいと思いますよ。足はねこういう感じで、これはめ込む感じになってます。これはね、うん、後ろ前分かりやすいんだけど、だこの間ねその骨のゴジラをあの父親にもプレゼントしたんですよ、うん、あのゴジラ大好きだからね、私のゴジラ好きもあの父の影響ですからプレゼントしたんだけど、やっぱね骨のゴジラあれ相当作るの大変だね。私も1時間以上かかったけどね、うちの父ねめちゃくちゃ丁寧に作ってたから、なんか 2,3 時間かけてやってましたそんなにかかるかっていうくらいね、あれ時間かかるんですよ。でやっぱりねすごい難しくて結構トラウマになったみたいです、父も、うん、あのキングギドラもね1個あげたんだけど、ちょっとすぐには組み立てたくないなって言ってた、うん、しばらく休んで、うん、手のね疲れが癒えてから組み立てるっていう、まあ私と同じですね。あれは大変だった。なんか足もね、これはもう前後ろ簡単じゃないですか。なんか骨だとちょっと難しくて、大腿骨の向きがどっちなのか分かんなくって、うちの父作ってる時にね膝がね反対側に膝の皿がねお尻の方に行ってましたこれ逆じゃないって言ってねそう、まあ、でもねこのシリーズはそんな間違いは起きない、うん、あ、いいね、やっぱ足がつくと
ぐんと。いいですね、ミレゴジかっこいいね。やっぱ背びれがいいね。顔より背びれが大きいんじゃないね。これは飾りがいある。断然この横からのショットで飾りたいですよね。うん、どこに飾ろう。これ絶対前から見るよりも横から見た方がいいもんね、間違いない。最後尻尾をねつけていきますよ。尻尾もねこれ2つパーツがあるわ。これねちょっと先にくっつけます、尻尾を。ん？こうか。あ、なんか尻尾がちょっとなんか釣り針みたいな形になってますよ。うん、釣りはしたことないんだけどね、こんな感じだ。うん、結構この前のハリウッドゴジラもそうだったけど、やっぱ尻尾の向きというかね、形、尻尾のポーズになんかディティールをね聞かせてる感じがするよ。うん、あ、そうだ、このこれなんでこれ着てるかの話するの忘れてた。そう、ミレーゴジに出てくるあの UFO がねいるんですけど、その UFO がねあの最初出てくる時は岩でゴツゴツしてるんですよ。途中でねその岩みたいなところ全部取れてツルンとした UFO になるんですけど、そのね岩が取れる、岩なのかな分からんけど、その表皮が取れる前のね UFO がこれ、このヘドラッチにそっくりで、ちょっとねヘドラかなってちょっと一瞬期待しちゃうくらいね似てるんですよ。ちょっとその登場シーンぜひ皆さん見てください。今ね多分アマゾンプライムでも見れるし、ネットフリックスでも見れるんじゃないかな。うん、そう、私もねいつもご飯作る時とかね暇だからあのゴジラつけてるんですけど、うん、ミレゴジね、結構ミレゴジは私はあれだな、やっぱ登場シーンが結構子供の頃見てうわーって思って怖かったから、うん、それ今でも印象的かな。あの最初のシーンガンってゴジラ出てくるの見るとねちょっと興奮しますねそう、それと同じくらいねこういうちょっとあ UFO かなヘドラかなっていうシーンもねあのぜひご覧になってください。というわけでね尻尾をつけて完成させます。うーん、こうだねと、あ、すんなりはまった、できたー。おお、あ、こういう尻尾の形だ。いいね。あ、やっぱりこれはもう完全、ちょっとこの斜め、こうね、斜めにっていうのもいいね。歯が見えて。こう、横からでもいいけどね。ちょっと角度つけて。このね、足が、なんて言うんですか？両足同じ角度じゃなくて右足の方が前に出るような感じで作ってあるんですね。まさにこう歩いてる途中というかね、多分そういうとこだと思うんですけれど、あ、この感じでもいいかな。ちょっと右足が前に出てるの見えるから左側から映す感じで置こうかな、どっかに。うん、今有力なのはテレビの前、ちょっとドレッサーの上を片付けてそこにもう一個置くかっていう感じですね。うん、というわけで今日はねミレニアムゴジラを、組み立てました。このシリーズね実はまだもう一個組み立ててないやつがあるんだよね。ね、どこだ、どこにいる、あった、ガイガン、ガイガンご存知ガイガン、ガイガンガーンってやつですね。そう、ガイガンもねまだ組み立ててないのですよ。なのでねまたそのうち、組み立てたいと思います。あとうちにでも溜まってるのキングギドラの骨とガイガンと、あとねあれもあるんだわ、メガロあるんだけど、また、そのうち組み立てたいと思います。今日はミレゴジを組み立てました。私のこのフルート工場委員会のチャンネルでは、私の趣味であるゴジラの動画ですとか、フルートの演奏本業の、動画も毎日上げております。なんだかんだね、7月くらいから毎日またね、動画を上げるようになりました。毎晩7時に上がってますので、もしよかったらチャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいなと思います。それではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。